グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、FC 東京レ、1湘南ベルマーレ J リーグはイビシルバンカ、プレイオフステージ第1戦、J リーグはイビシルバン、プレイオフステージ第1戦の FC 東京対、湘ベルマーレ戦が5日に行われ、アウェーの湘南1-0で勝利を収めた。今シーズンの J リーグはダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見中、ルヴァン杯連覇を目指す FC 東京はグループ、定時 B 組を3勝3分けの無敗で、首位通過。一方の南は4チームが大接戦となった C 組を1勝5分けであるが、こちらも無敗で2位通過して、プレーをステージ進出を果たした。両チーム無得点のま迎えた71分、後半からの交代選手が結果を出、形で均衡を破ったのはやや押され、気味だ、湘南。右サイドでボールを受けた岡本拓也がロスを入れると、ゴール前中央で飛び込んだエリントンが頭で合わせて強烈なヘディングを叩き込んだ。この1点がそのまま決勝点とな、アウェーの湘南が1-0で勝利。準々決勝進出の県ル湘南ホームでの第2戦は13日に開催される。得もの71分01はエリントン、湘南、両。